最も売れたコンピュータゲーム一覧は全世界で最も売れたコンピュータゲームの一覧である。ゲーム機については最も売れたゲーム機の一覧を参照。2021年現在までで最も売れたコンピュータゲームは2011年に Windows、MacOS、1 0 Linux 向けに発売されたマインクラフト。多くのプラットフォームに移植され、 有料モバイルゲームのダウンロードも含めて2億本をも販売している。単一プラットフォームで最も売れたゲームは Wii の Wii スポーツで8290万本。2009年12月14日時点での任天堂のゲームソフト販売本数は32億本である。ファミリーコンピュータファミリーコンピュータここでは ファミリーコンピュータ対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙する。スーパーマリオブラザーズスーパーマリオブラザーズ3スーパーマリオ USA ゼルダの伝説リンクの冒険激亀忍者伝ドラゴンクエスト3そして伝説へドラゴンクエスト4導かれし者たちゴルフドラゴンクエスト2悪霊の神々2021年6月30日時点での ファミリーコンピュータ対応ソフトの総売り上げは5億1万本である。ファミリーコンピュータディスクシステムファミリーコンピュータディスクシステムディスクシステムで100万本以上の売り上げや出荷を記録したゲームは以下の通り。スーパーファミコンスーパーファミコンここではスーパーファミコン対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙する。スーパーマリオワールドスーパードンキーコングスーパー マリオカートストリートファイター2ゼルダの伝説神々のトライフォーススーパードンキーコングにストリートファイター2ターボスターフォックススーパーマリオヨッシーアイランドドラゴンクエスト6マボロシの第12021年6月30日時点でのスーパーファミコン対応ソフトの総売上は3億7906万本である任天堂六十四任天堂六十四ここでは ニンテンドー64対応ゲームのうち最も売れた10作品を、列挙する。スーパーマリオ64マリオカート64ゴールデンアイ007ゼルダの伝説時のオカリナ、ニンテンドーオールスター、大乱闘スマッシュブラザーズディディーコングレーシング、ポケモンスタジアム、約387万1000本、アメリカでは316万本、日本では710、765本、 ドンキーコング64ゼルダの伝説ムジュラの仮面スターフォックス642021年6月30日時点でのニンテンドー64対応ソフトの総売り上げは2億2497万本であるゲームキューブニンテンドーゲームキューブここではニンテンドーゲームキューブ対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙する大乱闘スマッシュブラザーズデラックス マリオカートダブルダッシュ。スーパーマリオサンシャインゼルダの伝説風のタクト。ルイージマンション動物の森。約232万千本。アメリカでは168万本。日本では641。300本。マリオパーティー4メトロイドプライムマリオパーティー7。 ポケモンコロシアム2021年6月30日時点での、ニンテンドーゲームキューブ対応ソフトの総売上は2億857万本で、ある。WiiWii ここでは Wii 対応ゲームのうち最も売れている10作品を、列挙する。Wii スポーツ、マリオカート w i i ウィースポーツリゾートニュース、ーパーマリオブラザーズ Wii 初めての w i i ウ i ーフィット。Wii フィットプラス、 大乱闘スマッシュブラザーズ X スーパーマリオギャラクシーウィーパーティー2021年6月30日現在のウィー対応ソフトの総売上は9億2185万本である。同じく2007年12月31日現在のバーチャルコンソール配信ゲームの総売上は1000万本以上である。ウィーユーウィーユーここではウィーユー対応ゲームのうち最も 売れている10作品を列挙する。マリオカート8スーパーマリオ 3D ワールドニュースーパーマリオブラザーズユーダイラントスマッシュブラザーズ4 WiiU ーニンテンドーラントスプラトゥーンスーパーマリオメーカーニュースーパールイージ U ユーゼルダの伝説風のタクト HD マリオパーティー10 2021年9月30日現在の WiiU 対応ソフトの総売り上げは1億342万本である。 ニンテンドースウィッチニンテンドースウィッチここでは、ニンテンドースウィッチ対応ゲームのうち最も売れている10作品を、列挙する。マリオカート8デラックス集まれ動物の森、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドポケットモンスターソード、シールドスーパーマリオ,オデッセイスーパーマリオパーティー、1。648万本。 ポケットモンスターレッツゴー、ピカチューレッツゴー、EV スプラトゥーンツーリングフィットアドベンチャー2021年9月30日現在の、ニンテンドースイッチ対応ソフトの総売上は6億8100万本で、ある。ゲームボーイ、ゲームボーイカラーゲームボーイゲームボーイカラーここでは、ゲームボーイゲームボーイカラー対応ゲームのうち最も、売れた10作品を列挙する。テトリスポケットモンスターか。 緑ポケットモンスター金、銀スーパーマリオランドスーパーマリオランドに6つの金貨、ポケットモンスターピカチュウ。ゼルダの伝説夢を見る島、ゼルダの伝説不思議の好み、時空の章、ゼルダの伝説不思議の好み、大地の章ポケットモンスタークリスタルバージョン2021年6月30日時点での、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー対応ソフトの総売り上げは5億111万本で、ある。 ゲームボーイアドバンスゲームボーイアドバンスここではゲームボーイアドバンス対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙するポケットモンスターアルビーサファイアポケットモンスターファイアレッドリーフグリーンポケットモンスターエメラルドスーパーマリオアドバンス2スーパーマリオアドバンスマリオカートアドバンス約376万8000本アメリカでは253万本 日本では938、175本、イギリスでは30万本スーパーマリオアドバンス4、ナムコミュージアムポケモン不思議のダンジョン赤の救助隊、スーパーマリオアドバンス32021年6月30日時点で、ゲームボーイアドバンス対応ソフトの総売り上げは3億7742万本で、ある。ニンテンドー DS ニンテンドー DS ここでは、 ニンテンドー DS 対応ゲームのうち最も売れた10作品を、列挙する。ニュースーパーマリオブラザーズニンテンドッグス全、バージョンマリオカート DS 東北大学未来科学、技術共同研究センター川島隆太、教授間収納を鍛える、大人の DS トレーニングポケットモンスターダイヤモンド、パールポケットモンスターブラックホワイト、東北大学未来科学技術共同研究センター、 川島隆太教授監修もっと脳を鍛える、大人の DS トレーニング、1。488万本、ポケットモンスターハートゴールド、ソウルシルバーおいでよ動物の森スーパーマリオ64、DS2021 年9月30日時点での、任天堂 d s 対応ソフトの総売上は9億4875万本で、ある。 ニンテンドー 3DS ニンテンドー 3DS ここでは、ニンテンドー 3DS 対応ゲームのうち最も売れた10作品を、列挙する。マリオカート7、ポケットモンスター XY ポケットモンスター3、ムーンポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアニュー、スーパーマリオブラザーズに飛び出せ動物の、森スーパーマリオ 3D ランド、1。 284万本大乱闘スマッシュブラザーズ4、ニンテンドー 3DS ポケットモンスターウルトラ3、ウルトラムーン友達コレクション新生活2021年9月30日時点での、ニンテンドー 3DS 対応ソフトの総売上は3億8742万本で、ある。メガドライブメガドライブメガドライブで100万本以上の、売上や出荷を記録したゲームは、以下の通り、 セガサターンセガサターンセガサターンで100万本以上の売上や出荷を記録したゲームは以下の通りドリームキャストドリームキャストドリームキャストで100万本以上の売上や出荷を記録したゲームは以下の通りプレイステーションプレイステーションここではプレイステーション対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙するグランツーリスモファイナルファンタジー7グランツーリスモに ファイナルファンタジー8トゥームレーダーにメタルギアソリッドトゥームレーダークラッシュバンディクークラッシュバンディクー3ぶっとび世界一周ファイナルファンタジー92007年3月31日時点でのプレイステーション対応ソフトの総出荷数は9億6200万本であるプレイステーション2プレイステーション2ここではプレイステーション2対応ゲームのうち最も売れた10作品を列挙する グランドセフトオート、サンアンドレアスグランツーリスモ 3A、スペックグランツーリスモ4グランドセフトオート、バイスシティファイナルファンタジー X グランドセフトオート、3、約750万9000本。アメリカでは655万本、日本では35万8917本、イギリスでは60万本、メタルギアソリッドにファイナルファンタジー12。 キングダムハーツドラゴンクエスト8クルと海と大地と、呪われし姫君、約444万本出荷。日本では360万本、ヨーロッパでは410。000本、北米では43万本及び488万本出荷。2007年3月31日時点での、プレイステーションに対応ソフトの総出荷数は12億4000万本で、ある。 プレイステーションポータブルプレイステーションポータブルで100万本以上の売り上げや出荷を記録したゲームは以下の通りプレイステーションポータブル2008年12月31日時点でのプレイステーションポータブル対応ソフトの総出荷本数は2億本であるプレイステーション3プレイステーション3プレイステーション3で100万本以上の売り上げや出荷を記録したゲームは以下の通り 2009年12月30日時点での、プレイステーション3対応ソフトの総売上本数は1億4240万本で、ある。プレイステーションビータプレイステーションビータプレイステーション、4プレイステーション、4プ,プレイステーション4で100万本以上の売上や、出荷を記録したゲームは、以下の通り。2019年12月31日時点での、 プレイステーション4対応ソフトの累計実売本数は11億5000万本である。プレイステーション5プレイステーション 5XBOXXBOX x b で100万本以上の売り上げや出荷を記録したゲームは以下の通り。XBOX360XBOX360 最も売れた XBOX360 のゲームは以下の通り。 ヘイロー三コールオブデューティーモダンウォーフェアにギアズオブウォーギアズオブオーにグランドセフトオート4コールオブデューティー4モダンウォーフェアコールオブデューティーワールドアットウォー約335万本アメリカでは275万本イギリスでは600 000本ヘイロー3 ODST フォルツァモータースポーツにフェイブル2 2007年3月6日時点での Xbox Live アーケードでの 総ダウンロード数は250万件である。x b o x ONE x b o x ONE XBOX シリーズ、XXBOX シリーズ、X, x, x, ズ x あたり2600、あたり2600、あたり2600で100万本、以上の売り上げや出荷を記録したゲームは、以下の通り。インテレビジョン、インテレビジョン、インテレビジョンで100万本、以上の売り上げや出荷を記録したゲームは、以下の通り。 プレイヤーアンノーン、S バトルグラウンズマインクラフトディアブロ3ワールドオブ、ウォークラフトテラリアハーフライフに、ウィッチャー3ワイルドハントシムピープルスタークラフトガリー、S モッドローラーコースタータイクーン3ホールガイズ、ありがとうございます。